南北アメリカ大陸の熱帯域に生息する特徴属の蝶はミューラー型擬態の典型的な例としてよく挙げられる。ミューラー型擬態、A、ミューレリアンミミクリー、ミューラー擬態ともは共通の捕食者を持つ2つかそれ以上の種によって形成される擬態関係の様式の一つである。ミューラー型擬態を行う種は捕食者に対する何らかの防御機構を持ち、不味であることが多い。 ミューラー型議体は、そのような種が、捕食者に対して発する警告シグナルをお互いに模倣することで、お互いの捕食リスクを避けるという固形的な擬体様式である。本来警告シグナルが、捕食者に認識されるには、捕食者が実際に、その種を捕食した経験から学習される必要があるので、一定数の答えがそのために犠牲となることは、避けられない。 しかしミューラー型議態を行う種では議態関係にある種群のいずれかを少数捕食するだけでこの学習が達成され議態関係にある種すべてが捕食者に避けられるようになる。つまりミューラー型議態によって各種が払う犠牲が相対的に減ることになるのである。この議態様式は1878年にドイツの博物学者フリッツ・ミューラーによって 初めて提唱され、現在でも彼の名にちなんだ名称で呼ばれている。彼がこの擬態様式に関する理論を証明するために用いた頻度依存選択の数理モデルは、生物学の分野における最古の数理モデルの一つであるとされている。ミューラー型擬態ははじめ、互いに似通った羽の模様を持つ有毒の蝶において見出されたが、現在では、 蜂の仲間をはじめとした多くの昆虫や、ヤドクガイルや、サンゴヘビといった他の動物でも発見されている。ミューラー型擬態は視覚に限定されたものではなく、聴覚の擬態もあり得る。例えば、多くのヘビは似たような警戒音を出すが、これもミューラー型擬態として捉えられる。また、擬態者が備えている防御機構についても毒には限らない。例えば単純に味が不味であったり、 トゲが鋭かったりといったように、捕食者に何らかの不利益をもたらす形質や行動であれば、ミューラー型擬態が形成されうる。ミューラー型擬態を行う一組の種が現れると、さらに他の擬態者がそのペアに似るように進化することで、多くの種からなる擬態関係が形成されることがあり、これを擬態感ミミクリーリングスと呼ぶ。大きな擬態感は例えばアリバチの仲間などで見られる。 擬態関係にある個体数が多いほど個々の種の生存可能性は相対的に大きくなるため擬態者はより個体数の多い種を擬態の対象としより大きな擬態感に加わる方が有利であるこのため一般に擬態感は拡大する方向に進化が進むことが多い擬態者が毒などの防御機構に守られていないまたはその程度が弱い場合はミューラー型擬態は 段階的にベーツ型擬態へと移行することになる。カバイロ一文字は有毒のオオカバマダラとよく似ている。かつてはカバイロ一文字は無毒であるとして、米ツ型擬態の例としてよく紹介されていた。しかし、1991年の研究でカバイロ一文字自体も捕食者にとって不味であることが報告された。従って、両種はむしろミューラー型擬態の関係にあると言える。 ミューラー型擬態はドイツの動物学者フリッツ・ミューラーによって初めて提唱された擬態の様式である。ミューラーは早くから進化論を支持した学者の一人でもあった。彼は1862年にイギリスの博物学者ヘンリー・ウォルター・ベイツが報告したある複数種の蝶が互いによく似た外見を示すという現象に対し、 初めて合理的な説明を与えたことで知られる。なお、ベイツとミューラーは共に長年をブラジルのアマゾン川流域における調査研究に費やしている。ベイツは有毒な蝶がどれも同じような外見をしているのは何らかの物理的環境に起因するだろうと推測していた。一方ミューラーはベイツと同様に自らの手で蝶を観察し標本として収集する中で ベイツとは異なるいくつかの解釈を着想した。一つ目の解釈は、蝶の外見には、正当他が関与しているというものである。しかし、正当他の対象になるのは、多くの生物でしばしばオスであるが、この議題はむしろメスで顕著に見られるため、この解釈には、問題がある。彼が1878年に提唱した、もう一つの解釈が、防御機構を持った種は、 捕食者の学習のためのコストを共有するために、似た外見に進化するというもので、これが現在でも受け入れられているミューラー型議態の概念である。1879年にミューラーはこの擬態様式の特徴について数学的な説明を試みたが、これは進化生態学における最古の数理モデルの一つであり、また頻度依存選択を正確に記述した最初のモデルである。 進化生物学者、昆虫学者のジェイムズ・マレットは、ミューラーがモデルを組み立てるにあたって設定した、数学的過程は、面白いほどシンプルだと評している。ミューラーは、捕食者が不味な獲物の警戒色を学習するためには、ある時期にその獲物を捕食する必要があると仮定した。そして、不味な獲物2種の倉庫体数を、それぞれ A1、A2 とし、その2種が全く似ていないときは、 それぞれ N 個体が捕食されるとした。この時、もしその2種が似ていて捕食者に同じ種とみなされれば、両種を合わせて N 個体捕食すれば学習が完了すると考えられるので、種1は A1N、A1A2 個体を失い、種2は A2N、A1A2 個体を失うと考えることができる。したがって、お互いの外見を似せることによって殺されずに済んだ個体が、 1> 種1では、NA1N、A1A2 イコール A2N、A1A2 個体、種2では A、A1N、A1A2 個体生じることになる。殺されずに済んだ個体数を各種の総個体数で割れると、種1で G1 イコール A2N、A1、そして種2で、G2 イコール A1N、A2 となる。これで、機体によって得られた1個体あたりの適応度の上昇、G が、 各種について求められたことになる。ここで G1 と G2 の比は G1、G2 イコール A2、A1、A1、A2 イコール A22、A12 となる。これよりミューラーは個体数の少ない種が擬態によって得る利益は個体数の多い種が得る利益よりも極めて大きいと結論付けた。例えば a 一 a 二の時 a 十二 a 十二なので種にが得る利益。 G2 の方が極めて大きい。このモデルは近似的なもので、両種の有害性も同程度であることが仮定されている。もし片方の種がより不味であれば、結果は変わり、不味でない方の種類が擬態によって大きな適応度の上昇を得ることになる。この場合は毒の弱い擬態者が一方的に利益を得るため、ベー型擬態との中間的な段階の擬態様式とみなせる。 後年の研究ではより複雑なモデルが提唱されている。例えば、ミューラーのモデルでは捕食される、倉庫体数が N で常に一定だが、これは後年のモデルでは疑問視され改良されている。また、ミューラーのモデルは効率的に問題を扱うため単純な理算的な振る舞いを仮定しているが、実際の現象は連続的な関数によるモデリングによってよりよく近似できる。 過去には、ミューラー型擬態を、擬態の様式とはみなさない学者もいた。なぜなら、擬態ミミクジーという言葉自体がかつては、ベーツ型擬態と関連づけて用いられることが多く、また、ミューラー型擬態は、ベーツ型擬態と異なり、捕食者を騙すような仕組みではないからである。ミューラー型擬態における、警戒色は、自身が有害であることを伝える正直なシグナルである。そのためかつては、 ミューラー型擬態を指して代わりにホーマタイッピーという呼称が用いられることもあった。ミューラー型擬態は警告色をはじめとする警告シグナルに依存している。捕食者は警告色を持った危険生物を攻撃して一度ひどい、目に合うとその経験から学習し、その警告色を示す生物すべてを忌避することになる。捕食者の種によっては、 学習を必ずしも必要とせず、本能によって警告色を見分けることも報告されているが、経験から学習する場合の方がより一般的とされている。学習が関わっていることにより、周囲の環境に溶け込んで隠れるよりもむしろ自身を周囲の環境から目立たせることで警戒シグナルを捕食者に効率よく記憶させるという戦略が成り立つのである。 こうして考えると、警告色と隠蔽擬体とは互いに相入れない概念であるように思われるが、実際にはそうではない。多くの動物で普段は身を潜めているが、危険を感じて初めて目玉模様や腹部の鮮やかな体色を見せたり、大きな音を出したりして警告シグナルを発するという行動が見られる。これは両方の戦略をうまく活用している例である。生活史を通じて、 擬態戦略が変わる例もある。例えば、黄門白町の幼虫は鮮やかな警告色を示す一方で、成虫は羽の裏側が緑白色を帯び、これがハエの隠蔽色として働いている。ある捕食者が獲物とする生物がすべて、それぞれ別の警告シグナルを持つことも可能だが、これは獲物にとっても捕食者にとっても利益にならない。もし仮に、 すべての獲物が示し合わせて共通の警告シグナルを用いたとしたら、捕食者は学習するために辛い経験を何度もしなくて済むし、獲物の側にとっても犠牲が少なくて済むからである。実際にはそのような談合をしなくても、警告シグナルは似通ったものになりやすい。それは、ある個体が捕食者にとって好ましくないと学習された。 別の種に少しでも似ていれば、その個体の生存可能性が他の個体よりも高まるという原理で警告シグナルが統一する方向に自然選択が働くからである。この過程でミューラー型擬体とベーツ型擬体の進化する仕組みの両方を説明できる。すなわち、その種が実際に有害である場合がミューラー型擬体で、その種自体は無害で有害な種の存在を 利用しているに過ぎない場合が、ベーツ型擬態である。なお、多数の種類が、この防御的な共同関係に加わることもあり、この場合を擬体間ミミクリーリングと呼ぶ。このような議論から、ミューラーは、擬態が、必ずしも、一方の種による作取であるとは限らず、互形的な関係にもなりうるということを示したのである。ただし先日のように、彼の構築した数理モデルは、 ミューラー型擬態にも非対称な関係が生じうることを示している。花ブとスズメバチとミツバチを例にとって、ベーツ型擬態とミューラー型擬態を比較した図。ミューラー型擬態は、ベーツ型擬態とは対照的な擬態だと言われる。ベーツ型擬態は、捕食者にとって無害な種が、有害な種と似た外見を取ることで、捕食者からの攻撃を回避し利益を得るという議である。 したがって、ベーツ型擬態は、語り的な擬態であると言え、これは、語形的な擬態であるミューラー型擬態とは、対照的である。しかしながら、ミューラー型擬態においても、擬態者の間で、防御機構の強さには、差があることがある。その場合、ミューラー型擬態と、ベーツ型擬態との境界は明確でなく、両者の中間的な段階もあり得ることになる。 両義体様式の違いは、義体者が有害かどうかであるが、これが不明確だと両義体様式の間で混同が起きる可能性がある。例えば縦波長家のカバイロ一文字は、オオカバマダラと似た体色を持ち、有毒なオオカバマダラへのベーツ型義体を行う、無毒な手だと長らく考えられていた。しかし、1991年に発表された研究から実際には、 両主は共に有毒で、ミューラー型擬態の関係にあることが分かっている。なお、カバイロ一文字が、オオカバマダラに似た羽の模様を獲得したのは、カバイロ一文字が毒性を獲得するより前だったと、する推測もある。もしこれが正しければ、カバイロ一文字は進化の過程でまず、オオカバマダラへのベーツ型擬態者となった後に、毒性を獲得して、ミューラー型擬態者へと変化したことになる。 ミューラー型擬態は必ずしも視覚に依存した擬態である必要はない。例えば多くのヘビで共通の警告音を持つ例が挙げられる。これは聴覚シグナルを利用したミューラー型擬態感の例である。複数の感覚のシグナルが共有される場合もあり、ヘビにおいても警告音と警告色が共有される場合が知られている。ミューラー型擬態において擬態者の頻度と その生存確率の間には、負の相関関係があり、負の頻度依存選択がかかっていると言える。生殖の観点から言えば個体数が多い方の擬態者が有利ではあるが、個体数が多い種は他の種よりも獲物に捕食されてしまうリスクが高いからである。長目の昆虫における色彩の擬態の進化については、その原因となっている遺伝子の童貞を目指した研究が行われてきた。 毒徴属において警告色として働いている。特徴的な灰色のパターンについて、赤い反紋については、オプティクス遺伝子が、黒い反紋については、ワンタイ電子が、その形成に重要であることが分かっている。捕食者が、これまでに捕食したことのある、他の有毒の蝶と、このような色彩を共有することによって、毒徴は、生存可能性を上げていると考えられる。 独鳥属の多数種のゲノムを比較した研究では、ある一つの転写因子の遺伝子の転写調節領域における突然変異が桃園の種における複雑な色彩パターンの修練進化を何度も引き起こしている可能性も示唆されている。ミューラー型擬態について提唱されている仮説の一つが二段階仮説2ステップハイポセシスである。この仮説では、まずが良い段階では、 一つの重大な突然変異によって、擬態者が擬態の対象に大まかにいるようになると考える。この時点で、すでに擬態者とモデルは警告色と呼べる特徴を獲得していることになる。その後小さな突然変異が複数起こり、より成功な擬態が最終的に完成するのが第二の段階である。ただしこの仮説は、擬態に用いる形質が一つの遺伝子によって支配。 されている場合にのみ成り立つとされている。実際には色彩パターンは複数の遺伝子によって制御されている場合が多い。一方的な擬体関係の進化によるミューラー型擬体感の形成過程を模式的に示した図。ある種、ある擬体関係のペアがより個体数の多い種、ペアに似せるように進化することで最終的に一つの大きな擬体感が形成される。 この模式図では最終的に形成される擬態感は一つだけだが、独調族における研究などでは、ある地域において複数の擬態感が見られる例も報告されている。ヤドクガイルの一種ラニトメやイミテーターは反紋多形を示し、それぞれの反紋型が別の種に擬態していると考えられている。すなわち、縦島を持つものは、同族のアルベリアビリスの黄色の島を持つ個体に、 水玉状の模様を持つものは、同じ R ベリアビリスの、青緑色の水玉模様を示す高地型個体に、そして、横島を持つ個体はやはり同族の R サマーシーに、期待している。ラニートメやイミテーターの、最もよく見られる反紋型。黒と黄色の島からなる警戒色を示し、同族の R ベリアビリスへのミューラー型擬態者である。しかし、他の地域では、 他の種に擬態して異なる反問を示す。したがって、r イミテーターは、それぞれの個体群で別々の対象に似せるように進化したことになる。つまり、この種が地域によって擬態の対象を一方的に変えたことになるが、この過程はミューラーが熱帯の蝶について提唱していたような、お互いがお互いの姿に似せ合うという擬態の進化の過程とは異なるものである。 実際にはそのような一方的な擬態の進化過程も頻繁に起こっている可能性がある。これは昆虫学者会 a ディキシーによって1909年に提唱された理論であるが未だに結論が出ていない。マレットは2001年にミューラー型擬態間の進化過程においては双方向的な進化よりも一方的な進化の方が一般的であるという見解を示した。 一方的な進化においては、擬態者がある擬態の対象に、自らの姿を似せていくことによって、捕食のリスクを下げていく。従って、初期の段階では、擬態者のみが得をすると考えられ、これはミューラーが当初想定していた擬態の固形的性質とは乖離している。しかしながら、ひとたび擬態者とモデルが非常に似通った姿になれば、 上実の数理モデルでも記述されたような固形的な作用が生じる可能性が高い。この理論に基づけば、擬態関係にあるすべての種が、最終的には一つの擬態感を形成することが予想される。しかし、自然界では、必ずしもそれが当てはまるわけではなく、例えば、独兆族では単一の地理的範囲で複数のミューラー型擬態感が見られる。このことは、 擬体感の形成を左右する他の進化的要因が存在することを示唆している。北米に生息するダシミューティラ族のアリバチは大きな擬体複合体を形成している。ミューラー型擬体はしばしば複数種からなる擬体関係を形成し、擬体感と呼ばれる。ミューラー型擬体感は蝶におけるものが有名だが、蜂目など他の昆虫や魚、産後ビなどでも 擬態感が見られることがある。例えばマルハナバチ族の種はみな黄色、黒、白の島からなる警告色を示し、メスはどの種でも毒針を持っているため、捕食者にとって有害な獲物であると言える。このマルハナバチの警告色は世界の各地で独立に進化したと考えられ、地域ごとに一つから四つほどの擬態感が存在し、地域ごと 擬態館ごとに少しずつ異なった退職のパターンが見られる。擬態者同士の関係は時に非常に複雑になる。例えば、イソギンポカのヒゲニジギンポ族の魚は独占を持ち、捕食者の魚に避けられる。同じ、イソギンポカのプラジェトリマスタウンゼンリは、ヒゲニジギンポと似た退職を示すが無毒で多くの魚の捕食対象となる。したがって、この種は、 ベーツ型擬態者だと言える。しかしこの種は一方で花見のカサゴには嫌われるため、ミューラー型擬態者でもあると言える。お互いに関連する擬態間同士の集合を擬態複合体と呼ぶ。例えばダシミューティラ族のアリバチは大きな擬態複合体を形成することで知られる。ある研究では、調査の対象とした五十一種のうち三十六種が類似した形態を示し、 そのうちに8つの異なる擬体感が見られるとされた。他の研究では調査した65種の中に地理的、形態的に区別できる6つの擬体感の存在が確認されたこともある。数少ない毒を持つ鳥類である代わり森モズの図版。同じく毒を持つズグロモリモズとの間にミューラー型擬体関係を形成することがある。ミューラー型擬体は昆虫において発見され、 その後の研究も昆虫を中心に行われてきた。しかし、この進化的仕組みが他の分類群では見られないと考える合理的根拠は何もない。例えば、ニューギニア島に生息するピトフー遺族の鳥類は、族内においてミューラー型擬体を行っていると考えられている。ピトフー遺族の種は、羽毛と皮膚に強い神経毒性を持つアルカロイド、バトラコトキシンを持つ。 また、ピトフ遺族の代わりリモズとズグロモリモズは、両者の分布域が重なっているところではほとんど同じ、退職を示す一方で、その他の地域では異なる退職を示す。これらの事実から、この二種は分布が重なっている地域では、警告色を共有するミューラー型擬態関係にあると推定されている。サハラゾリラが持つ黒色と白色の縞模様は、 攻撃的な行動を示す多くの哺乳類に共有されており、ミューラー型擬態の関係にあると考えられる。植物においては、お互いに似通った花をつける例が多く知られているが、実際の擬態関係が示されたことはない。一方で、アメリカ大陸におけるサボテンカと、リュウゼツラン族の植物、またはアフリカにおけるアロエ族、東大グサ族、アカシア族の植物、 そして地中海におけるトゲを持つ、菊科の植物は、トゲによって、食食者に対する高い防御性を示し、また、それぞれよく似た姿をしているので、それぞれが擬態感を形成しているのではないかという考察もある。哺乳類においても、イタチかジャコウネコカ、マングースカなどで、よく目立つ黒と白の縞模様が独立に進化していることが知られており、これにも、 ミューラー型議態が関与していると推測されている。進化生物学者のトーマス・ n シェリットは、ブランド管理やマーケティングの分野でも議態に似た、現象が起こっていることを指摘している。彼によれば、例えば、コカ・コーラのボトルのような有名商品は、会社によって保護されてはいるものの、しばしば競合他社がその色や形を真似ることがある。これは、他社が有名商品に対する投資や評判を、 利用しようとするもので、ベーツ型機体と類似した現象である。一方で、シェリットは、イギリスのスーパーマーケットチェーン、セーンズベリーズ、テスコ、アズダ、ウェイトローズがそれぞれ自社で製造販売しているポテトチップスのパッケージについて、塩味は赤色、ソルトビネガー味は青色、チーズオニオン味は緑色といったように配色が共通していることを指摘した。 彼は、このような共通した配色は偶然の産物ではなく、消費者にとって中身が何であるかが、すぐわかるようにすることを意図したものだと考えた。正直なシグナルを共有することによって、お互いに利益を得るという意味で、この現象は、ミューラー型議体に類似したものだと言える。ありがとうございます。